ニューハンプシャー大学ダーラムは、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州南東部、ストラフォード郡に位置する町。ニューハンプシャー大学の大学長として知られている。人口は12,664人。町は、ボストンの北約 90km、州の最大都市マンチェスターの東北東約 50km、州南東部の主要都市で、ポーツマス条約の締結地として知られる。 ポーツマスの北西へ約1 9トルに位置している。もともとはこの地には、アベナ貴族やペンナコック族などのインディアン部族が、農耕と狩猟採集を中心に平和に暮らしていた。やがて、イギリスとフランスから白人たちがやってきて、入植を始め、彼らは周辺のインディアン部族をそれぞれ取り込んで、自らの植民戦力としていった。グレートベイの北西岸。 オイスターガーの河口に位置していたことから、ダーラムは、元は、オイスターリバープランテーションと呼ばれていた。この入植地は、北隣のドーバー入植地の一部として、1635年に建設された。1694年7月18日、ウィリアム王戦争の最中に、フランス軍は、周辺一帯に住むアベナ貴族250人を率いて、入植地を襲い、 住民45人を殺害し、49人を捕虜とした。また5カ所の収営所を含む半数の住居を焼き払った。さらに、作物を荒らし、家畜までも殺した。このため、生存者も、飢餓や貧困に直面することになった。この事件は、オイスターーの虐殺と呼ばれている。その後コミュニティは再建し、1716年に、ダーラムは、ドーバーから、分離。 独立した。ダーラムの名は、イングランド北東部に位置する、学術都市として名高いダーラムにちなんで名付けられた。1735年にはダーラムは正式な町になった。当時の町域は、現在のマッドベリー、d ー、ニューマーケットの各町の町域を含んでいた。ニューハンプシャー大学のキャンパス全景、1913年初期の 入植者の子孫であったベンジャミン・トンプソンは彼の資産とワーナー農場の不動産を遺産として残した。トンプソンの遺産は州に寄付され農業大学の設立のために使われた。元は1866年ダートマス大学の学術都市である州西部のハノーバーにニューハンプシャー農工大学として創立されたが、1893年にダーラムに移転し、 1923年に、現在のニューハンプシャー大学に改められた。1892年に建てられたトンプソンホールは、ニューハンプシャー大学のシンボルとも言える建物で、時計塔を有している。このトンプソンホールは、大学の石となった資金と土地を寄付した、トンプソンの名を取って命名されたものである。州ト・コンコードの建築会社。 ダウンドランドレッド社によってデザインされたこのロマネスク様式の建物は1996年に国の史跡に指定された。左、ニューハンプシャー州におけるストラフォード郡の位置。右、ストラフォード郡におけるダーラムの位置。ダーラムは北緯43度8分2秒整形70度55分35秒。 北緯43.13389度整形70.92639度、43.13389-70.92639 43. に位置している。ボストンの北約 90km、ポーツマスの北西約 19km に位置する。アメリカが州国統計局によると、ダーラム町は総面積64.1、警平方メートルである。 このうち58.0キロ平方メートルが陸地で 6.1K 平方メートルが水域である。総面積の9.57%が水域となっている。町はオイスター川の河口に位置している。オイスター川はポーツマスを取り囲む湾であるグレートベイおよびリトルベイに注いでいる。北の町境をなすビーチヒルは町の最高点で、その高さは標高88メートルである。 ダーラムの気候は典型的なニューイングランド地方の気候で涼しくて雨の多い夏と寒さの厳しい冬に特徴を付けられる。夏の平均気温は摂氏20度程度で日中でも摂氏30度を超えることはあまりない。冬は日中でも0度を下回り夜になると氷点下10度まで下がることも珍しくない。降水量は1年を通じてほぼ一定で、 年間1100ミ、mm、リメートル程度である。冬の降雪量は月間45センチメートルにも達する。ダーラムの玄関口となる空港はボストンのローガン国際空港である。市の南東約16キロメートルにはポーツマスのピース国際トレードポートが位置しているが、同空港の定期便はボストン郊外のベッドフォードにボストンメイン航空の便が 週5便あるのみと極めて限られている。ダーラム駅、アムトラックのダーラム駅は、デポロード3にある。ブランズウィックとボストン間の中高中距離列車、ダウンイースター号が1日5往復停車する。週間高速道路 I-95 はピース、国際トレードポートの近くから利用することができる。I-95 は、大西洋岸の主要都市を結んで南北に走る、幹線である。 ダーラムの人口同性はニューハンプシャー大学の影響を強く受けている。町の人口に対する学生の割合が高いため、18から24歳の年齢層が市の人口の56%を占め、年齢の中央値も21歳と若い。また、人口統計上は無収入、低収入の学生が貧困層として扱われるため、貧困率が 人口の約27%という高い値を示している。しかし、世帯、家族の所得水準が、それぞれ約5万1000ベドル、約8万3000ベドルと高く、貧困線以下の家族が全家族の2%に過ぎないという値からも、わかるように、実際は裕福な町であり、実質的な貧困率は低い。以下は2000年の国勢調査における、 人口統計データである、基礎データ人、種別人口構生年齢別人口構成世帯と家族収入と家計、ありがとうございます。